おつぴにょー、ぴにょです。ちょっと待って、お水飲まして。はい、改めまして、おつぴにょー、ぴにょです。今日はね、私スタジオに来ているんですが、本日はギターの紹介をしたいと思います。はい、私はアコギでよく弾き語りをするので、ベースだけじゃなくてギターも弾いたりします。なので今回ギターの紹介なんですが、どんなギターかちょっとワクワクしますね。それではギターを見ていきましょう。こちらになります。じゃじゃん、スリムじゃない、めちゃくちゃちっちゃいよね。こちらですね、エイヤミュージックさんの NEXGSE という最新鋭のヤバいギターです。はい、スリムだからね、私身長152センチなんですが、小柄でも持ち運びがね楽、めっちゃいいよね。中身も見ていきましょう。開けちゃいます。じゃ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 ん、じゃーん、どうですか、可愛くない？じゃじゃーん。これすごいのが、なんと、この上の部分が組み立てるようになってるんです。このね、部分をね、取り外して収納できるからスリムだったんです。それでは組み立ててみます。組み立てると言ってもね、差し込むだけなんですが、よいしょ。こんな感じで。ここにね、ネジがあってね。これをね、ちょっとカチッと。カチッとしたら、完成！めっちゃ可愛くない？このギターのすごいところは、なんとね、スマホとかのアプリと連携して、何でもできちゃう。そして、この、ボディ、なんと、スピーカーになってます。すごいよね。それでは実際に使ってみましょう。まずここを長押しして電源をオン。そうです。少し鳴らしてみます。おお、すごい。このボディのね、ところからね、スピーカーからね、音が鳴ります。で、このボディの上のところにね、ディスプレイがついてるんです。その左上のボタンを一回押すと、なんと、チューニングができます。すごい、めっちゃ良くない？チューニングしますね。あ、そう！で、チューニングアウトポコンって音するの。気持ちいい、これが。いやー！はー！わー！はー！ありがとうございます。これで。チューニングが揃いました。めっちゃいいよね。私さ、なくし物がめっちゃ多くて、チューナーとかもね、なくしちゃうのよ。だからこれめっちゃ助かる。右の、このね、大きなつまみを回すと音量が変わります。こんな感じ。ここにディスプレイがあるんだけど、つまみを押すと音色が変えられるの。例えばこれね、ちょっと弾きますね、何か。うん。ちょっと恥ずかしいんだけど、なくしちゃうからさ、カポとかピックをね、あのジップロックに入れるようにしました。全部どっか行っちゃう。はい。じゃあまずね、アコースティックから。はい。次、ロック。全然音違うよね。ファッション。ラボ。
弾いても。はい。こんな感じで。で、こちら専用アプリと連携することで、さらに詳細設定ができるようになります。このね、ディスプレイの左下のボタンを長押しすると、Bluetooth 機能がね、つきます。Bluetooth 設定状態になるので、この状態でアプリを起動すると楽器に接続できます。じゃあね、ちょっと私は今スマホで撮ってるので、iPad で接続したいと思います。iPad を開いて、楽器に接続するっていうのを押すと、ここの画面にね、Next GSE システムっていうのが出てくるので、これを押します。そうすると、すごくない?こんな感じでね、なんかミキサーみたいのが出てくるんですよ。すごいよね、これ。ニコニコしちゃう。今接続されてる状態です。で、これをね、ギターとか行くと結構いろんなねやつが入っててね。こんな感じで。だからまあアコギだけじゃなくて。こういう、なんかいろんな、いろんなジャンルで使えちゃうっていうことです。で、このギターの編集ってとこね、押します。そうすると EQ のね、画面も出てくるの。ってことは、このね、イコライザーもいじれるわけです。だから自分の好きなように、これをカスタマイズできるということなんです。結構ね、簡単にいじれるから、自分のね、好きなようにできます。さらにさらに、エフェクトもあるんですよ。やばくない?で、これ例えばリバーブとかも。これを、多分、ちっちゃいのに、つけたり、なんかこの調整をしたりっていうのが、自分の好きなようにできて、その他にも、コンプレッサー、ディストーション、オクターバー、わかんない、ドライサウンド、ディレイ、これモジュレーションだ。で、ディレイ、リバーブ。こんだけね、種類があります。さらにね、マイクが2つついてるの。マイク1種類目は、じゃん。こちらの、ハンズフリーマイク。こんな感じ。このね、頭に、こんな感じで、つけて、マイクがね、この口元に来るようなタイプ。これいいよね。弾き語りでさ、この、何、スタンドも必要ないからめちゃくちゃいいと思う。Bluetooth で接続できます。ちょっとね、接続してみますね。このマイクのボタンの、ここ、を、長押しします。そうするとね、光がついて、一回消えるので、一回消えたら、二回タップ。すると、ピコ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 ーってなります。はい。このグローバル設定っていうところに移動すると、マイクペアリングっていうところがあってね、青く接続解除って書いてあるんだけど、ここを押すとね、接続ってなります。それが確認できたら、今度こっちのマイクの本体の電源ボタンを押します。そうすると、接続できました。やばいよ、これ。いくよ。ちょっと待ってね。このね、スピーカーから私の声が出てるんです。聞きながらギターの音と声が一緒にスピーカーから出る。すごくない?で、このボーカルも、このね、アプリの方で EQ とかがいじれたり、こんな感じで上を出してみようかな、とか、この辺かな?とかしたり、はい。で、このね、マイクの音量とかもこっちでいじれます。すごいよね。こんな感じですね。アロマイト日が沈む
じでね、マイクとギターが接続できるというすごいんですよ。そしてね、こちらもう一つのマイクがねあります。こちらもね接続してみますね。このねマイク、これもねついてきてます。めっちゃマイクこれもね接続方法はね同じです。じゃあこのねマイクの方も接続してみます。このマイクのね電源ボタンを長押しするとライトがつきますので、これが消えたら離す。で、2回タップすると、あれ?長押しして、消えたら、カチカチ?あ!できました。そしたらね、アプリのグローバル設定からマイクペアリングっていうのを押して、接続になったことを確認したら、こちらの電源ボタンも一回押します。すると、アチピニャー、こんな感じで接続されます。すいません、ちょっと大きな声出しちゃった。はい、でね、もうこれをちょっと一回マイクスタンドに、あらあら、ちょっとはまんねえ、スタンドにはまんねえぜこれ。こんな感じでね、このマイクに接続されて、こちらのギターのスピーカーから出るっていうことです。はい。だから例えば、もうね、路上ライブとか小さめのライブハウスとかだったら、十分すぎるぐらいだと思う。もうこのセットがあったら、もうライブできますみたいな、驚きだよね。すごいよね。はい。私は弾き語りをするから、声もね、ギターの音もスピーカーから出て、音量とかもろもろ自分で設定できるっていうのはすんごくね、ありがたいなと思います。マイクとかスピーカー準備して、シールドさせてとかの作業がショートカットできちゃうから、優れもの。優れギターですね。はい。そして、まだありましてね、このギター演奏だけじゃなくて、もうそもそも、スピーカーとして使うこともできちゃいます。これをね、まあスマホでも、何でもいいんだけど、Bluetooth でね、つなげます、まず。こっからね、音楽も流すことができれば、例えばカラオケとかもできちゃうってことだよね。あとはドラム音源を流したりしたら、セッション的なこともできちゃうと思う。このハンズフリーマイクも、このマイクも、このギターも、全部タイプ C で充電できます。あとね、ちなみにこの充電はね、ここにありまして、イヤホンもね、挿すことができる。お家でもね、楽しむことができますね。はい。はい、ありがとうございます。私の感想としては、本当に何でもできちゃってびっくりしています。見た目もね、ほんとかっこかわいいし、こちらね、カラーもたくさんあるんですよ。ピンクとかね、あるから、すごい女の子にも男の子にもすごくね、使いやすいと思う。しかも、アコギって結構ね、弦がね、抑えにくくて弾きにくいのね。正直、私もそれで何回か挫折して、指いったーってなっちゃってね。でも、このギターはね、とても弾きやすいです。イメージとしては、アコギとエレキの中間くらい。うん。しかも、そのアコギの音もエレキの音も楽しめる青から、いいよね。弾き語りとか興味あるけど、アコギ弾けるか自信ないなーって方にも、おすすめの商品だと思います。はい。なんかね、いろいろできるから、触っててもすごく楽しい。ではね、次の動画では、こちら、NEXGSE を使用して、弾き語りをしたいと思います。はい。それではお楽しみに。最後まで見ていただきありがとうございました。商品詳細については概要欄に記載しておりますので、ぜひ気になった方は見ていってください。それでは、ピニョでした。おつピニョー。おつピニョ。